それはこれ以上は美穂ちゃんの体力が持たないんです。やれることは全てやりました。どうしようもないっていうのは、美穂を見殺しにしろっていうんですか。お母さんは全てを注がれてきました。美穂ちゃん、それを十分に分かってくれてると思います。でも何もしてやれてないのと一緒です。それは絶対違うと思います。美穂ちゃんが頑張ってこられたの、お母さんの努力があったからです。子供にとって寄り添える親がそばにいてくれること、それが一番の励みになってるんです。お母さんも、そしてお父さんも頑張って美穂ちゃんを見守ってこられたと思います。私はお母さんを尊敬しています。まだ信じたくありません。美穂は生きようとして、美穂に話してもらえますか。病気は治ったから退院できるって。わかりました。南の高校の合格発表の帰り道、楽しそうなお母さんと子供が歩いてたの。私死んでしまえって思った。南が合格した日だっていうのに、幸せそうな家族見るとみんな死んじゃえばいいって。どうして美穂だけがって頭の中から離れないの。それも全部私のせいかもしれない。2歳で白血病になって、今度は私があの子を健康にさえ産んでれば、健康に産んでさえいればこんなことに。だから美穂は、ふざけんな。
前産まなきゃよかったとでも言いたいのか、美穂を産まなければよかったと思ってるのか。そんなこと一度も思ったことない。だったらそういう考えはもう捨てろ。美穂はまだ生きてるんだ。あの子は死んだりしないって言ったのはお前だぞ。美穂のために何ができるのか、それを考えてやるのが親としての務めなんじゃないのか。明日連れて帰ってやろう、俺たちの家にさ。もう一人で背負い込まないでくれ。ここだとお花の絵も描けるね。うん、それにこれリクライニングついてんだ。ほら、どう？すごいでしょ。すごい、ね、やっぱり親子だね。同じとこに感動して。はい、通信簿。めでたくミポリンは2年生になりました。でも見てショック受けるなよ。1と2ばっか。ひどいよね、テストも受けてないのに評価するなんて。まあでも2年生になれるんだからな。ねえお母さん、ん？学校行ける時までに髪の毛生えるかな。やっぱりちょっと恥ずかしいな。大丈夫だよ、入る。まあでも三つ編みはちょっと難しいかもしんないな。当たり前だよ。ねえ、今日晩ご飯何？おろしハンバーグ。いいね、お腹空いてきた。うん。あ、南、おかえり。おかえり。おかえり、お姉ちゃん。ただいま。南。何？美穂とお母さんが帰ってきてるんだ。それに大事な話もある。こちらで。ほい。美穂、南はお母さん、お父さんは明日明後日会社を休む。でみんなで旅行行くことを決めたんだ。どう？旅行？うん。ふざけないで、私予定あるから。っていうか行きたくないし。どうして？どうしてって。南、海と山どっちがいいんだよ。やってらんない。ねえお父さん。ん？私のためだったら。お前のためだけじゃないよ。
私が。私に話させて。南、入るよ。南の言いたいこと分かる。でも美穂のためにも一緒に旅行に行ってほしい。また美穂。病気治ったから退院したんでしょ。最後の家族旅行になるかもしれないの。最後って美穂、まさか。今までお姉ちゃんに何も話さなかったこと悪かったって思ってる。でも南に話したら病気のこと美穂にも分かっちゃうかもしれないって思って話せなかったの。南にはお家のことをお願いしたり寂しい思いもさせて。本当にお母さんごめんね。そんなに悪いの？ねえ美穂、そんなに。嫌だよ最後の家族旅行なんて。最後だったら行かないから。私行かないから。でもうちょい右だ。そう、そこそこ。笑ってね。じゃあ行きます。あれお父さん、早く早く。大丈夫？これ光ってる光ってる、これ光ってる。あ、取れちゃった。なんで？でもう炭いい感じだよ。何でもいいから持ってきて早く。ちょっと待って。はい、お待たせしました。あ、いい肉だねこれね。サンキュー。よし、じゃあ美穂焼こうか。いただきます。わかった、食べよう食べよう早く。ね、あ、ちょっとちょっと、それ私の。え、これ鉢巻き外しなよ。お父さん、これなきゃダメなんだよ。ねえ、もうそれも私の。そうなの？言ってよ、先に。ソーセージに対してさ。疲れた？眠たい？全然。よく言うよ、ご飯食べててもあくびばっかしてたのに。だって楽しいからずっと起きてた。そうはいかないんだな。そろそろ寝なきゃ。ねえ、お父さんとかサミヤキ君本当？
お見合い？だってさっきお風呂でお姉ちゃんが嘘に決まってんじゃない。じゃあ恋愛なの？どうかな。ねえどっち？ねえねえ私も聞きたい。お父さんがデートに誘ってくれたの。じゃあお父さんお母さん好きになったの？まあそういうことかな。どこで知り合ったの？スーパー。同じバイトだったの。お母さんがレジでお父さんが倉庫の整理係。クリスマスイブだったかな。一緒にラーメン食べて帰りませんかってお父さん。イブにラーメン？ありえない。お互い学生でお金もなかったの。でもお腹いっぱい餃子まで頼んでくれて。お父さんっぽい。惜しかった？それがね超まずかった。じゃあその時ラーメン食べなかったら私はいなかったんだ。そうね、みなみもみほもいなかったかもしれない。そっか、そういう風に考えると不思議だね。うん。お姉ちゃんはさどんな人と出会うんだろう。何言ってんの。あ、赤くなった。もしかしてもう出会ってる？本当？ありえないよ、美穂はもう。いいなあ、私も好きな人できるかな。できるよ、美穂だったらお父さん以上の人と絶対出会える。それさ結構楽勝なハードルじゃない？けど私お父さんみたいな人好きだよ。変な趣味が多いけど。それがネックだね。言える。ラーメンと餃子でデートか。どっちも好きなものでよかった。ごめんね美穂。ん？なんか言ってみたかっただけ。ポリン、とっても楽しそう。ああ、私もみなみもこうやって美穂と旅行できてよかったって思ってる。ありがとに。当たり前の人生歩かせてあげたかった。恋をして結婚して子供を産んでこうやって家族で旅行して、どこにでもあるような普通の人生歩かせてあげたかった。美穂が俺の子でよかったと思ってる。お前に感謝してるよ。よし、じゃあ身をここに種入れて。家族旅行の帰りに買ったひまわりの種を家族4人で植えた。早く咲くといいね。
勝でモテてた上路、一人でモテなかったのがちょっとだけ悲しかった。美穂。はい。じゃあお願いします。ただいま。ただいま、美穂。ただいま。2年生の教科書もらってきた。ありがとう。1年生の勉強は少しずつ私とやってこ。でもお姉ちゃん部活とかで忙しいんじゃ。大丈夫よ。さて宿題片付けなきゃ。よし、お母さんも洗濯物入れてくるね。ねえお母さん。ん？私、医学部に行ってもいい？美穂の病気治してあげたいんだ。いいよ。本当？お姉ちゃんだったら治してくれそうだもん。ひまわりの種植えたろう。あいつが芽を出す頃にはさ、ひまわりの絵手紙お父さん楽しみにしてんだよ。何？手紙ばっかり書いてる。部屋の明かりのせいかもよ。暗いって評判悪いの。そっか。そういえば天井違う。ね、母さん。
そうね。違うね。今度は海だ。海か。でも水着難しい。母さん。何？あげて。はい。先生。しっかりして。美穂。準備あげて。はい。美穂。お父さん、お母さん、こちらに。美穂のそばにいてやってくれ。停止していくと思われます。延命措置はなさいますか？いいえ、痛みはもう このままで。
さん泣いちゃダメだよ。おかえり。ただいま。もう帰ってたの。うん。あ、今夜パスタでいい？うん。洗濯物は私入れとく。助かる。ありがとう。出したよ。
帰りなさい。ただいま。母さん、どうしたんだよ。この絵は一枚一枚が美穂なの。ようやく気がついたの。美穂はこの絵のおかげで病気になってからもたくさんの人たちに会えたのかもしれないってこと。学校にも行けなかったし、友達とも遊べなかったけど、この絵を見にいろんな人が美穂に会いに来てくれた。だから美穂が生きた証。美穂にもっといろんな人たちに出会わせてあげたい。私の絵を一冊の本にしてくれた。俺たちがこれから新しく出会う人たちも、美穂が生きてたら会う人たちだったかもしれないな。今私が気に入っているものが3つある。1つ目は笑った時にできるエクボ。これは小さい頃から不動の1位。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、あ、少々お待ちください。いえ、展覧会見に来てくださった方がどうしてもあなたとお話したいって。あ、本当に。ありがとう。もしもし、お電話変わりました。はい。すごいね。転校した小学校の友達からも連絡あったんでしょ。うん、みんな美穂のおかげ。二つ目はやっぱりお父さんが撮った写真。最後の家族旅行だったのに、その永遠のヘタッピさがとっても気に入っている。そして最後の三つ目は私の絵手紙。行ってきます。言いたいところだけど。ネクタイ。サンキュー。よし、気をつけて。行ってきます。行こうか。お母さん変わったね。美穂の分まで新しい出会いが待ってるんだ。いつまで持ち込んでらんないだろ。いってらっしゃい。
つ目、それはお母さんの笑顔だったりする。